今回使用したバンタムの 160ML G、グラスコンポジットの、ロッドになります。で、まあ、6フィートっていうロッドって最近なかなか聞かないと思うんですが、まあ、このショートロッドだからこそ成し得る技というのがやっぱりあります。特にレンタルボートレイクだと、カバーの下とか、シェードの隙間とかにこう打ち込むっていう釣りが非常に多くなると思うんですが、そういうところでもしっかり打ち込める。それでいて、グラスコンポジットならではの食い込みの良さというか ミスのなさっていうのはもう圧倒的にいいので、そういう部分ではかなりハードベイトに向いてるかなと思ってます。ジャークベイトとかも、小気味よくジャークもできますし、どうしてもねグラスって聞くと、重ったるいイメージあると思うんですが、全くそこは問題なく、操作性もよく、バイトもバラしづらいというような形で、かなり、巻物には、向いているロッドになってます。特に僕は、ジャークベイト系、あとはカバーギリギリにスピナーベイトを打ったりとか、小型のクランクベイトももちろんいけますし、いろんなルアーに対応できるので、おかっぱりボート問わず、特にまあレンタルボートではなくてはならないロッド1本になってます。アンタレス、新しくなりました。このまあリール一番僕の中で、特化してるというか驚きな部分は、スプールですね。 MGL スプール3というのが搭載されてまして、とにかく円筒も効くし、タイトにそのアキュラシーキャストっていうのもしっかり決められる、そんなリールになってます。ハードベイトだけじゃなくて、ワーミング、ソフトルアーでも使えるっていう部分が非常に僕の中では、好きな部分で、ある意味巻物も打ち物もどちらも対応できるっていう部分では、このアンタレスならではかなと思ってます。ファーミングも非常にしやすくなっていて、このアシンメトリーデザインという左右非対称というようなところが非常にパーミングをしやすくて、手のこう一体感というのがかなりこう釣りの集中力も上げてくれるので、今では内物も巻物もアンタレスっていうような形なぐらい、愛用しているリールになってます。